花巻電鉄は、かつて、岩手県花巻市の国鉄東北本線花巻駅を中心に、花巻温泉橋へ向かう鉄道線、花巻南温泉橋へ向かう軌道線、路線バスを運営していた会社である。同社は1971年に、岩手中央バスへ統合され、1972年に、鉄道、軌道線を全廃し、1976年の再統合で、 岩手県交通となった。長い歴史において、買収や企業統合、単なる称号変更などで運営する企業名が再三にわたり変わっているが、一般には戦後長期にわたって継続した花巻電鉄の名称で知られている。現在はかつての関連会社であった電鉄タクシーにその名を残す。本校では同社が運営していた鉄道線、機動線、 バス事業についても記述する。これらの鉄軌道路線は、宮沢賢治や高村光太郎が利用したことでも知られる。1965年当時1934年12月、当時1969年3月当時1両の、出羽が1から2両の佐波や貨車を牽引する列車で運転され、場合によっては続行運転をしていたほか、続行運転の列車を並結した。 MTMT の4連などもあった。終点などで湧き回し線などにより出派を先頭に付け替える。軌道線沿線に鉱山があったこともあり、時期によっては貨物輸送もそれなりに需要があった。軌道線は花巻聖光の豊沢側に沿った温泉地を結ぶ電車路線としてスタートした。大沢温泉異星は馬車鉄道として開通したものを後に電車化したものである。 森岡電気工業の運営となった後、同社社長の近代地区にが新たなリゾートとして開発した花巻温泉との間を結ぶ鉄道線が1925年に開通した。温泉軌道温泉軌道は、うぐいすざわ鉱山の鉱物を輸送する目的で建設した専用馬車軌道を花巻電気が買収し子会社としたもの。1916年に、 ウグイスザー鉱山を取得した小田義春は、1918年初め頃に、西なまり、シドヒラマに専用馬車軌道を完成した。だが不況により鉱山は閉山し、この軌道は放棄された。以前から西なまり園長を計画していた花巻電機は、この馬車軌道を買収することとし、1918年7月、温泉軌道株式会社を設立。 8月には軌道を買収し、馬車軌道による営業を開始する。乗客は、ドダ平ラで電車から馬車へ乗り換えていた。ただこれは公式の記録よりも前の開業であり、鉄道監督局の木安スケンジロウが、岩手京弁鉄道を視察の折、ドダ平ラ温泉に立ち寄った際、偶然馬車軌道を発見。未許可運行が発覚してしまった。経緯については不明であり、 この後順次許可されたが、間もなく、森岡電機工業が、花巻電機に続きこの軌道を合併し、温泉軌道の名前は消えた。軌道線と鉄道線は、それぞれ別々に形式が付けられているため同じ番号が存在する。ただし晩年は、鉄道線車両も軌道線で使用され、主に終電装置の違いで区別されていた。また、 電車は左派を含めて、順次空気ブレーキ化され、貫通ブレーキを使用していたが、電車は総括制御には対応していなかった。軌動線で、破産鉄道線花巻電鉄は、自社鉄道線沿線を中心に乗り合いバス事業を行っていた。以降は、岩手県交通の交参省。ワンマン運転は行われず、ツーマン運転であった。カラーリングは、 ブルーリボンカラーのデザインを緑の濃淡にしたもので、岩手中央バスになってからは、すでに貸切部門を岩手観光バスへ分社していたため、貸切バスのカラーリングがそのまま岩手中央バスの貸切カラーとなった。車両の中には、花巻電鉄カラーで残ったものもあったが、岩手中央バスカラーに塗装変更されたものもあり、雫石営業所や市場営業所などの 岩手中央バスの営業所へ転配された車両や岩手県交通へ引き継がれた車両もあった。ナンバーは岩に時代は花巻電鉄が購入した車両のナンバーは5000番台で区別され岩手中央バスが購入した車両のナンバーは0番台とは区別が容易であった。ありがとうございます。